ゆかチャンネル。じゃーん。ロビーがね、11階だった。私たちは今チェックインしました。でここはグレイスリーホテルソーリンガっていう名前なんだけど、日系のホテルみたいで、だから日本人のお客さんすごくたくさんいるし、フロントの方も日本語喋れる方たくさんいるみたいなので安心かなっていうのと、あと場所がめちゃめちゃ動きやすい場所にあって、ミョンドンとかハンデムンとか、あとクァンハムンとか行きたい人はここめっちゃいいよね。そう、もう徒歩で歩けちゃうし、あ、そう、あと日本人の人はすごいいいなって思うだろうなっていうポイントが、お風呂と洗面所とトイレがこう別々になってるのね。だからお風呂入ってちょっとこう湿気がムンムンの状態でトイレをしなくてもいいっていう利点はあります。ただまあ、めっちゃ広いとかではないから、この値段でもうこのクオリティで、めちゃめちゃ綺麗だからいいかなっていう感じです。ホテルツアーしますか？そのなんていうかこういう細かいやつでも言った方がいいかな。気になるやんな、みんな。まあこういうのシュッシュやつ、こういうのもあってさ、こういうの大事なの。こういうディテールがなんかこういう感じのね、なんかこういうのもあるしさ、あとやっぱ韓国ではないこのなんていうか監視別々のやつ、お風呂とこれトイレが別になってるんで結構好きですね。カロスケを旅行するんだったら完璧ですね。そうだね、はい、カロスケラアクジョンとか、あとハンガンとか、まあカンナムの方も行きたい時はここのホテルめっちゃいいなって思ったし、はい、まずここ日本系 のホテルですから、うん、やっぱ一番下に、うん、サウナ、あ、無料なサウナがついてるんですから、うん、やっぱ日本人のなんかお客さんとか、うん、サウナ好きななんかお客さんとかもうすごいですね。24時間だから。そうだね、スパサウナが地下にあって、だからそこでこうゆっくり旅行の疲れとか、そう、完璧だった。人もいないし、やっぱホテルのサウナだからね、うん、めっちゃよくてさ、で私はね、妊婦さんっていうか妊婦だから、はい、マッサージとかやっぱ受けたいじゃん、うんうんうん、でそれも地下1階にマッサージのとこがあって、で妊婦さん用のマタニティマッサージもあったので、うん、こう同じホテルで全部解決できちゃうのがすごい良かったかなと思います。どっか移動して受けてまた帰ってきてじゃなくて、はい、うん、だからそれがすごい良かったのと、あとお部屋はまあ普通だね。まあ普通のホテルだけど、そう、なんか普通の考えたドミーインのホテルよりちょっと大きいんですけど、うん、まあ悪い部分を言ったらトイレが、そう、うん、ちょっとなんかちょっと足りないね。そう、足りない。だから多分地下にお風呂があるのかなっていう感じ。まあ、全体的にいいんですけど、うちらの感覚でのトイレは、私、うちら二人はトイレをすごい気にする人だから、うん、ちょっとだけ足りない。まあいいんですよ、すごいいいけど、そう、ちょっとなんかね、惜しいなって感じなだけです。そうです。はい、あとはもう足りないのもないし、うん、ですね。まあ、この場所でさ、こんな近いいい場所でこのホテルがあるのは、うん、まあそのホテルを勝つと思います。そうです。はい、はい、それでは2日目のホテルでした。これからまた3日目のホテルに移動しようと思います。はい、せーの。
sailors, it's just you and I. Exploring hidden caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza.3日目のホテルに到着しました。ここはパシフィックホテルっていうところに来たんですけど、ここは下にあのご飯屋さんもあるし、まずもう場所がすごいいいので、便利ですね。そう、ミョンド駅のめっちゃ近くだし、めっちゃ近くに欲しかった。めっちゃ近くに、だから今日空いてるのを探したら、そうそう、であとね、ナムサンタワーが見えるのね。ナムサンタワーのめちゃめちゃ近くだから、ナムサンタワー行きたい人もいいと思うしです。はい、はい、それでは3つ目のホテルでした。バイバイ。